ドナテッロ、ドナテロ、1386年頃から1466年12月13日は、ルネサンス初期のイタリア人芸術家、金細工師、彫刻家。フィレンツェ共和国出身で、出生名は、ドナートディニッコロディベットバディ。日本では、ドナテルロと表記する場合もある。ドナテロは、立像やアシャボリのレリーフを制作した彫刻家として有名だが、 投資図法を使用した作詞的表現の発展にも寄与した最重要な芸術家の一人である。ドナテロはフィレンツェの毛織物ギルドの一員だったニッコロ・ディベット・バルディの息子として1386年頃にフィレンツェで生まれた。幼少期のドナテロはマルテッリ家の邸宅内で教育を受けたと考えられている。ドナテロが最初に芸術家としての教育を受けたのは 金イク氏の工房だったのではないかとも言われているが、ルネサンス初期のフィレンツェを代表する彫刻家、ロレンツォ・ギベルティの工房で一時的に働いていたのは間違いない。ドナテロは、ローマで1404年から1407年にかけて、フィリッポ・ブルネレスキと共に、修作の制作や彫刻制作助手などの職を得た。ローマでのこの二人の仕事ぶりは、 当時の美術品収集家たちに高く評価され、ドナテッロは金彩駆使として生計を立てるようになった。この時期のドナテッロとブルネレスキのローマ滞在中の経験が後の15世紀イタリア芸術の方向性を決定づけることになる。ブルネレスキはローマでパンテオンなどの古代ローマ建築に感化を受け、その影響を自身の作品に反映させるようになった。後に、 ブルネレスキの設計による建築物とドナテロの手による彫刻作品は当時の美術界において極めて高い精神性を表現したものとされ、同時代の芸術家たちに非常に大きな影響を及ぼすこととなった。ドナテロはフィレンツェでサンタマリアデルフヨーレ大聖堂三序盤に洗霊堂の北側扉の装飾制作をロレンツォ・ギベルキと争った。 最終的に北側扉の制作に当たったのは、ドナテロで、この仕事に対する支払いがなされたのは1406年11月と1408年、初頭のことだった。1409年から1411年頃から、大きな、福音記者聖ヨハネ像、3、ジョバンニ像の制作に携わっている。この座像は1588年まで、 サンタマリアデルフィオーレ大聖堂のファサードに案されて、いたが、ファサード改築に伴って撤去され、現在は大聖堂付属のドーモ付属美術館に所蔵されている。福音記者聖ヨハネ像は、それまでの後期ゴシック様式とは一線を画し、マニエリスム様式までの人物彫刻像における、自然主義の追求と人間の感情表現に、新境地をもたらした重要な彫刻作品といえる。顔、 剣部、胸部には理想化されたゴシック的表現が見られるものの、で、衣服、脚部は写実的な表現で制作された人物彫刻である。1406年からサンタクローチェ聖堂のキリスト卓形も制作している。この彫刻のキリストの表情は半開きの目と口をした苦悶に満ちたもので、 その姿勢も十字架からずり落ちようとする国あふれる、写実的表現で描写されている。1411年から1413年にかけて、ドナテロは、朝織物組合の依頼で、オルサンミケーレ教会の壁画に、聖マルコ像を、1417年には、甲冑製作組合のために、聖ゲオリギオス像をそれぞれ製作している。 聖ゲオルギオス像の基台にあしらわれた優美なレリーフ。聖ゲオリギオスとドラゴンは彫刻に一点投資図法を導入した最初期の作品と言われている。1423年には現在サンタクローチェ聖堂が所蔵するトゥールーズの聖類像を制作した。このトゥールーズの聖類像にはドナテロが彫刻を施した収納用のタベルナクル、天蓋付けが付属していたが、 1460年にベロッキオの彫刻、セトマスの不信の収容用に転用するために、三味経歴教会へと売却されている。ドナテロは1415年から1426年に、フィレンツェのサンタマリアデルフヨーレ大聖堂のジョットの、首労のために古典の彫像を制作している。ヒゲのない予言者、1415年以降、ヒゲのある予言者、1415年以降、 自作の犠牲、1421年、予言者、ハバクク、1423年から1425年、予言者、エレミア、1423年から1426年、で、古代ローマの演説家のような外観を与えられた、詳細な造形描写に特徴がある、彫刻群である。1425年から1427年に、ミケロッツォディバルトロメオと共同で、 フィレンツェのサンジョバン2000霊堂で、対立教皇ヨハネス23世の霊廟制作に取り掛かった。この霊廟を飾る彫刻の内間違いなく、ドナテロ作と考えられているのは、仰向けに横たわる個人のブロンズ像である。1427年には、ナポリのサンタンジェロは、ニーロ聖堂の数奇教、リナルド・ブランカッチ霊廟に使用する大遺跡飾りパネルを、 ピサで完成させている。また、同じ時期にシエーナのサンジョバン2000の依頼で、ヘロデオの共演のレリーフ、信仰と希望の彫刻も制作している。四百三十年頃に、当時の芸術家の重要なパトロンだったフィレンツェの銀行家、コジモデ・メディチが、自身の邸宅であるメディチリッカルディ宮殿の装飾用として、ドナテロに旧約聖書の登場人物、 ダビデのブロンズ像制作を依頼した。左足で跳ねたゴリアテの首を踏みつけ、右手に剣を下げたダビデを表した、現在フィレンツェのバルジェロ美術館が所蔵する、この彫像こそが古代以降で初めての裸体の立像とされるドナテロの彫刻中で最も有名な作品である。それまでの人物彫刻とは全くかけ離れた作風で、当時のどの様式にも似ておらず、無慈悲。 不合理に打ち勝とうとする都市国家の理念を完璧に表現した作品で、あるとして最初の重要なルネサンス彫刻という高い評価を与えられている。ダビデ像には同性愛が表現されており、これはドナテロの性的思考を反映していると考える研究者も存在する。あくまでも推測の域を出るものではないが、例えば歴史家ポールストラザーアンはドナテロが 自身の同性愛思考を隠しておらず、その素行も友人たちに容認されていたと主張している。確かに15世紀、16世紀のフィレンツェ共和国では、同性愛は決して珍しいというわけではなかった。しかしながら、ドナテロの私生活はほとんど知られておらず、当時のフィレンツェの記録には欠落が多いとはいえ、ドナテロの性的思考に関する資料は存在しない。 1433年にコジモデ・メディチがフィレンツェを追放された時にはドナテロはローマに滞在していたと考えられている。この時期にドナテロがローマに滞在していたことの証明としてローマに現存するサンタマリアイン・ガラチェーリ教会のジョバンニ・クリベッリの霊病と古代ローマ美術の強い影響が見られるサンピエトロ大聖堂のチボリウムの2作品を挙げることができる。 ドナテロがフィレンツェに戻ったのは、コジモデ・メディチが、追放先からフィレンツェへと帰還したのと、同時期だった。ドナテロは1434年5月に、ミケロッツオ・ディバルトロメオとの最後の共同作業となる、プラート大聖堂、トゥオーモディ・プラートの説教団制作の契約を交わしている。キリストの純教を主題とし、異教徒や歌い踊るプットなどのレリーフで、装飾されている、この説教は、 ドナテロが1433年から1438年にかけて断続的に制作したサンタマリアベルフオーレ、大聖堂のカントリーイヤー、昇団の先駆とも言えるものとなっており、その様式は古代の石棺、サルコファガスやビサンティン様式の造形製、飾り箱などからの影響が見られる。1435年にはサンタクローチェ聖堂の受胎告知の彫刻、 1437年から1443年には、サンロレンツォ教会、旧世具室の扉に、聖人たちの肖像装飾レリーフを制作している。1438年から、ベネツアのサンタマリア・クロリオザ・デイ・フラーリ聖堂の依頼で、木彫の、先霊者、ヨハネ像を手掛けた。さらに1440年頃には、現在バルジェロ美術館が所蔵する。 カメオの少年を制作しているが、この作品は古代以降で最初期の共像である。1443年にドナテロは有名な傭兵でベネツヤ軍総司令官も務めて同年1月に死去したガッタメラータの記念像を制作するためにガッタメラータの遺産相続人からパトバに招かれた。サイズ 340x390cm。 台座のサイズは 780x410cm のガッタメラータキバ像はルネサンス期に制作された最初の牙彫刻像であるとともに壮大な古代の牙彫刻像を復活させた最初の作品である。そしてこの作品はその後数世紀にわたって功のあった軍人を検証するために制作される騎馬像の原点、洗礼といえる存在となっていった。 ガッタメラータキバ像は、当時の他のブロンズ像と同様に、ロストワックスの技法で制作されており、台座上のガッタメラータも馬も等身大で、表現されている。古代ローマの彫刻、マルクス・アウレリウスキバ像のように、対象物の偉大さ、力強さを強調する目的で、実際のサイズよりも大きく表現する手法ではなく、等身大のこの彫刻で、ドナテロは、感情、ポーズ、 象徴表現などによって、ガッタメラータの偉大さを描写しようとした。ドナテロは、ガッタメラータを、純色、脚色することなく、ありのままの力強さを表現しようとしており、実際に、等身大のこの騎馬像は、十分にガッタメラータの偉大さが伝わる作品となっている。また、騎馬像の台座上部には、扉が表現された2点のレリーフがある。この扉は、 誓いの門を意味する象徴であり、実際には、ガッタメラータが葬られてはいないにもかかわらず、この牙像に、あたかも墓標であるかのような印象を与えている。片方のレリーフには二体のプットを、が支えるガッタメラータの紋章が、もう片方のレリーフには甲冑を固辞する天使が、刻まれていい。三担当によだ、パードバセイドーには、ドナテロの彫刻作品が多く残されており、 1444年から1447年に制作されたブロンズのキリスト卓形像、聖火堆積の彫刻、主祭壇を飾る聖母子像と6人の聖人などのブロンズ製レリーフなどが所蔵されている。ただし、この6人の聖人のレリーフは1895年にイタリア人建築家カミロ・ボイトの聖堂のオサム改築によって見えなくなってしまった。 新都石正面に位置する聖母子像には古代神話で知識を象徴する二頭のスフィンクスを両横に配した玉座が表現されている。さらに1446年から1450年にかけてドナテロが制作した聖アントニウス三担刀ニオの生涯を描いた非常に重要な四点のレリーフが聖堂に収められている。ドナテロは1453年に パドバからフィレンツェへと帰郷した。1455年から1460年の作品、ユディトとホロヘルネスは、当初シエナ大聖堂からの依頼で制作が開始されたものだったが、後にメディチ家によって買い上げられ、一族のコレークションに加えられた彫刻である。ドナテロは1461年までシエナに滞在し、シエナ大聖堂所蔵の洗礼者、ヨハネ像などを制作している。 フィレンツェでの最後の彫刻制作以来となったのは、サンロレンツォ教会のブロンズ製説教団で、ドナテロは、弟子のバルトロメオ・ベラーノ、ベルトルド・デ・ジョバンニと共に、この作業に当たった。この時ドナテロは、全体的なデザインを手掛けると共に、独自で、セーラ・ウレンティウスの殉教、十字架効果を、ベラーノと、共作で、ピラトの前のキリスト、カヤファの前のキリストを制作している。 ドナテロは1466年にフィレンツェで死去し、サンロレンツォ教会のコジモデメディチの墓の隣に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。